皆さんおはようございます。私が磯田康夫、69歳ですね。66歳の時に、外国大学へ行きまして、英語の勉強を始めまして、1年目で英検準1級合格、3年目で英検1級にも合格しました。ということでこの動画を始めました。はい、まあね、もう一緒に英語力を上げていこうじゃないのという、まあそういう方針なんですけどね。まあ一応これで8ヶ月間やってきまして、まあ来年から年も改まって、まああのね、ようやく今でね、登録数も600超えてきました。まあなんとか来年の4月約1年目、満1年目までには1000を超えたいなと思っております。まあなんとかいけるんじゃないかと思いますが、まあ別にね、特にあの数は多い方がいいんですが、数を求めるだけが目的ではありませんので、まあ、とはいえ増えた方が私としては嬉しいですね。当たり前の話ですけれども。で、まあ来年何をやっていくかということで、前回もお知らせしましたけど、まああの無料のメルマガを来年から始めたいと思います。で、今ちょっと契約やってるんですよ。はい。で、まあ使い方いろいろややこしいんで、ちょっと練習中ですので、まあちょっとあの年内に1回ぐらいちょっとこう試しに皆さんのところへあの登録していただいたら出してもええなと思ってます。あの、っていうのはあのこちらの方からはね、一方で通行的にこう話してて、大体まあ自分としては目安としてはまあ中級者ぐらいを頭の中でイメージして、まあ準1級とか1級を目指しておられる人をまあ中心に置いたような話をしてます。で、時々まあ3級っていうんですかね、初級の方にも、もちろんあの中心こう当てた、光当てた話もしていって、あとはまあ雑談がぐちゃぐちゃ一般的なね、一般的な話ですよね。特にその球威と関係なく、どなたが聞いてもまああの、楽しいんじゃないか、面白いんじゃないかというような話を混ぜながらやっております。で、まああのどの程度のね、あのことを求められておられるとか、実力なんかどの程度、何割ぐらいこういう方がおられるっていうのは知りたいので、あのまあメール番号を使いましたらね、結構こうアンケートとかいろんなことができるようになってるみたいですね。ですから、まあそれでこちらとしても、大体あの来年こういうことをやりたいなということが、企画できますのでね、まあちょっと年内にうまいこと言ったらちょっとこう試験的にできるかもしれません。で、あのやっぱりね、英語の勉強って結構孤独です。孤独になるよなんて言うてるぐらいですからね。ですから、まあ、その孤独解消という問題もあります、意味もありましてね、っていうのはあの、まあ、自由にこう何かこう相談できたり話できたりするところがあった方がいいだろうと思って、まあ、それはそれでね考えてるんですよ。まあまあメルマガもある程度は使えると思うんですよね。これ反応であの質問とかできるようになってます。アンケートが取れるようになってますのでね、それもある程度はできるかと思いますけれども、まあ、ゆくゆくはね、オンラインサロンっていうんですか、ああいうのを作って、まあ、ちょっといろいろこう中級者同士、あるいは中級者同士が話ができるというような場を作りたいと思ってます。っていうのはこれね、見られてる方全国に散らばっておられますのでね、集まるなんてことはできない人なんです。でもそれがもしね、ネットで簡単にできたら、とてもこれ有意義で、またそれが一つの刺激になって、勉強の継続の意欲を沸かせるということになると思いますのでね、そういうことを企画しております。どういうふうになるかと、まあ、なかなか時間がないでね、っていうのもね、それ以外に私来年、まあ、ここ1年ぐらいを目処にして英語の講座を作りたいと思ってるんですよ。で、今ね、基礎講座っていうんですか、こういうのでいろいろこう中学生英語っていうのを調べてますんで、きっちりどういうふうに持っていったらこう説明したら分かりやすくなるかっていう、そういう講座のコンテンツを作っております。だからなかなかちょっと時間なかなかあれやこれだって、なかなか、ね、そのさらに英語の勉強もしなきゃいけませんしね。で、そんななかなか私も、これをやりだしてから今までは暇やねん、俺暇してんねんって言ったが、もう全然やらなくなっちゃいましたよね。そういう状況になってきてます。で、まあ、そういうこともやってますのでね。で、これね、ただね、まあ、基本的にはね、リスニングなんかでもそうなんですけどね、たくさん聞くっていうのは当然なんですけども、単にたくさん聞きゃリスニング力が伸びるかというと、そう単純なものじゃないんですよ。というのも、これ外国語ですからね、日本語の場合だったら自然とこうね、両親から日本語聞いて自然と身につけたわけなんだけれども、一旦こういう日本語という体系が出来上がってしまったら、外国語ってのは何も聞いても身につかないんですよね。それは無理なんですよ。で、それを理解するためには、やはりこう、きっちりと読み込んで読解力をつけ、かつ単語力をつけて、それで聞いてたら
あのリスニングの方も伸びてくるということなんです。あの全然知らない単語が出てきたらね、そんなん聞いても何もわからないですよね。それとあの文の構造とか意味がさっと取れるようにあの訓練しておかないと、バーッと早口で言われたらもうなんか単語だけポロポロポロって聞こえるけど、あとわかんないって、あの意味がわからないっていうことになりますよね。単語だけプツプツわかって、全体として何を言ってるのかがわからないっていう、そういう状況になりますのでね、それを防ぐためにはやはりあの読解の方にもきっちり力を入れていくっていうのは非常に重要なことだと思っております。まあそんなんで、やっておりますので、まあ、こうご期待というか、そんなことがあります。で、今ね、コロナショックでまたまた第3波が来てて、GoTo のキャンペーンが中止になるとか、それから、何ですか、飲食店の営業時間を短くせとか、あんまり家からうろうろ出歩くなとか、いろいろ言われてますよね。そのために、再びまた経済的にね、せっかくこうちょっと回復してきたところが、また水差されるような形になってますのでね、これをご覧になってる方でも、やっぱり影響を受けてる方も結構おられると思うんですよね。まあ、全体の4割ぐらいがちょっと、悪影響出てる。で、2割ぐらいの人は逆にコロナショックのおかげで随分儲かってるとか、そういうとこもありますのでね。まあ、残りはまあまあ、それほどの影響出ないっていう感じかな。でも、やっぱり4割ぐらいの業種ではかなり厳しいような状況ですよね。実を言いますと、月曜、火曜と私、嫁さんと一緒に、京都へ旅行で一泊行きまして、言うたって、ここから京都までね、1時間で行けるんですけどね。まあ、骨董品とかね、アンティークを見て買いに行ったんですよ。結構私もよさも、書画、骨董、芸術、絵画、あらゆるものが好きなんですよね。それで私も、ちょっとエスニックばっかりやってる面白い店見つけて、そこで何点か、ちょっと民族的なものを買ってきました。いうようなことをして、で、ホテル泊まったんですけどね。ホテルの入りももう半分ぐらいの感じでしたね。で、夜はちょっと近所の居酒屋さん行って様子見に、飯を食いに行ったんですけれども、そこももう半分以下の入りでしたですね。で、それと一応ね、京都のメインストリートといったら四条通りっていうふうになってるんですよね。一応まあ中心地は四条河原町っていうふうになるんですけれども、もうね、コロナショック以前はね、四条通りなんてもう歩けないぐらいもう人で、まあ半分以上外国人ですよね、京都の場合はね。で、まああんまりにも人が多すぎて、どうにもならんって言うんで、あそこ4車線の道路を2車線潰して歩道にしたんですよね。で、歩道の大きさ倍にして4車線道路が2車線道路になったんだけれども、今行ったらガラガラ、かわいそうなぐらいが、うわ、もうガラガラやな、この道路。で、以前ものすごかったなというような状況になっておりましたですね、京都はね。ですから、喜んでいいのか悲しんでいいのか、ね。その辺が複雑な心境ですよね。一時はその観光公害だなんて言ってたぐらい観光客だらけやったんが、まあもうどうない今だなんていう感じになってますですね。はい。それでもまあ元気に頑張ってやっていきましょうということで、まあ皆さんもね、経済的にいろいろこう困難を感じてる方もおられるかと思いますけども、まあ勉強の方力入れてください。ちなみに。ちょっと雑談っぽくなるけど、雑談か。うちの息子、娘は二人ともね、忙しいとこに当たってるんですよね。はい。特に娘の方なんかもちょっとかなりこう、やばいんじゃないかという、職業柄ですね。看護師なんですね。ですから、感染病と生かされるんじゃないか。いくら給料高くてもあんなとこ行きたくないわよとか言っておりましたですね。まあ、どうなるんでしょうか。まあ、多分大丈夫だと思いますけどね。そんな状況が生まれておりますということで、まあ、今日も一つ、頑張っていきましょう。まあ、私もね、なんとか全力尽くして来年に向けて頑張っていきますので、ということで、まあ、皆さん頑張っていきましょう。